サントエ王とは、16世紀末、サン地方に勃興し、1642年まで中央、チベットの覇者となっていた、チベットの政権の長の称号。歴代のサントエ王は、チベット仏教のカルマ派の大団子師として名高い。サントエ王の称号は、彼らが編纂した、16情報展での辞書より、サンデパ、サンパ政権、ニャクパ政権、新クパ政権とも、 新朝の記録、清実録には、倉友や瀬友。パクモドゥパ政権の外籍として、県政を振るった林墳市の重臣として、台頭、1565年、山地方の主流で林墳市の本拠地であったシガゼを奪取して王国とした。この地を本拠として、繁栄を重ね、17世紀には、ウー地方にも勢力を伸ばした。1642年、 オイラとのハーンにして、補修と部長の愚士藩に敗れて滅びた。15世紀初めのチベットでは、ネドンのパクモドゥパ政権に代わって、リンプン氏が力をつけていた。リンプン派政権が確立したのは、パクモド派がンをリンプン派に奪われた1435年頃である。ただしパクモド派は滅びず、唯を根拠地とするゲルク派の支援を取り付けて、権威を保った。 パクモド派は極端にゲルク派を優遇し、カルマ派を礼遇した。一方、リンプン派はカルマ派を支援した。このため、パクモド派ゲルク派とリンプン派カルマ派の間で、人員焼き打ちなどの内乱に発展した。パクモド派は、さらに細かく分裂し、ネドンは無政府状態となった。1517年、ゲルク派に、ラサを奪われると、リンプン派も分裂した。セテンドルジェは、 リンプン氏の重心であった。1565年にリンプン派の根拠地シ4ェを奪い取り王国を作った。以後、サントエ王家が滅びるまでシ4ェが首都となる。サントエ王家はリンプン派に引き続いてカルマ派を支持した。ゲルク派のダライラマ4世の時代である1605年、ゲルク派はダライラマ4世の実家であるモンゴルトゥメと俗を使ってザンを攻撃した。 しかし、テンスン・ワンボは、反撃に成功し、トゥメトは、チベットから追放され、サントエ王家は、ウーなどの地を獲得した。プンツオーナムギャルは、ガギュ派の後継者争いに介入し、彼に敗れた一派が逃れて、ブータンを建国している。1618年には、ゲルク派の拠点らさを、奪っている。しかし、1620年には、モンゴルの力を借りた、ゲルク派が巻き返し、 ラサとウーを取り返した。翌1621年に、ブンツオーナムギャルは死んだ。テンキョンワンボは、ブンツオーナムギャルの子で、父の後を継いだ。この時代になると、モンゴルが分裂した。テンキョンワンボは、チョクトハンと、ゲルクハは、グシハンと同盟した。モンゴルの構想は、グシハンが勝利を収めた。次に、テンキョンワンボは、ボンキョウと出会ったベリの王、トンユと同盟したが、 ベリオも愚ハ藩に敗れ、愚ハ藩はサントエ王家の首都シガゼにも攻め込んだ。1年間の牢城戦の末、1642年に本拠ガゼが陥落して滅亡した。ABCDE ロランデ a b リン、2006チベット仏教衆議研究第4巻。ありがとうございます。